皆さんこんばんは、ムンムンです。はい、ということで今夜も始まりました、 MM トーク。今月のトークテーマは、はい、私が考えまして、うん、身近な人から学んだことというトークテーマで話していきたいと思います。はい。じゃあ今日はどちらからいきましょうか。どっちからいこうか。私からいきます。はい、はい、私から言ったのでちょっと言いたいと思うんですけど、私が身近な人から学んだことは、一人暮らしだから、なんかすごい買いすぎて、すごい余らせるのよ、まず、食品を。はいはいはい。で、あのもうさっさと冷凍しましょうっていうことをお母さんから学びまして、でほんまになんか何でも冷凍したらいけるとか言われて、なんか例えばお好み焼きの粉とか、たこ焼きの粉とか両方もうなんか開けて、とりあえず冷凍庫入れとけば大丈夫やってみたいな感じで言われるよね。で6月初めにちょっとお母さんが1週間ぐらい遊びに来てたから、でお肉とかもなんかパックで買ってさ、絶対ワンパック使わんのよ1回で、でなんか全部バッて入れて、なんか菜箸でこうやってグッグッみたいなやつで、なんか折り目つけたら、そのパキって割ってそこだけ使えるからみたいな、野菜もとりあえずいろいろ切ってみたいな、それぞれ入れとけば、冷凍しとけば使えるからみたいなって言われて、だからあのお母さんから学びまして、とにかく小分けにして冷凍する、そして食品を無駄にしない、腐らせないようにしようっていうのを私はちょっと母から学びまして、なるほどね。そう、なんかもう一個ちょっと似てるのが、なんか友達ってすんごいあの断捨離する子がいて、でなんかその子は一個買ったら、1個捨てるんよ絶対、だから新しい服買いました、ってなったら、自分が使わない服を最低1個捨てるとか、まあ、売りに行くとかして、プラマイゼロにするか、むしろちょっと減らすみたいな。あ、はいはいはい。だからとにかくこう周りの人がなんか物を増やさないとか、無駄にしないみたいな人がちょっと多くて、私ストックしがちだからさ、溜め込む心配性でいろいろ準備したくなっちゃうから、溜め込みすぎないっていうのをちょっとお母さんと友達から学んでます。気をつけます。はい、では次はクレアちゃんを聞いていきたいと思います。はい、どうですか。身近な人っていうことで、その当時の身近な人なんですけど、高校入って、初めてのバイトをするじゃないですか。でそうするとその今までね、バイトとかその社会の経験をしてこなかったけど、その最初のバイトの時に、そのバイト先の、先輩だったりとか、ちょっと上のね立場の人の、その身近な人から、その社会の厳しさとか。あとはまあ何だろう、社会に出ていく上での言葉遣いとかマナーとか、そう、今ではその自分では当たり前にできてることを、そうだね、高校生の時とかまあ全然ねできてないから、確かに、そのバイト先の身近な人からその社会のイロハをそう教えてもらったっていうのが、そう結構ね、あの学び、そう身近な人から学んだこと。クレアちゃんの職場の元先輩たちありがとうございます。そう、そこで結構私はね、揉まれて生きてきました。なるほど。そうね。そう、でもバイト先のさ、そういうさ先輩とかからさ、なんか学んだことめっちゃ大きくなった。確かに確かに。なんかバイト先って絶対先輩からいろいろ吸収できるよね。そう。先輩はしっかりと大事に敬っていきましょう。人生の先輩もね。そうですね。ミュージシャンの先輩とか、はい、人生の先輩いろいろ。まあそう言ったらお母さんもそうだね。ああ、確かにそうだね。しっかりと私たちは人生の先輩を敬って生きていきたいと思います。これからもご指導よろしくお願いします。お願いします。次回のトークテーマをクレアちゃんから発表してもらいたいと思います。はい、
次回のトークテーマは、うん、もう一度昔の自分に戻れるとしたらいつです。なるほど過去に戻るパターンですね。戻るパターンです、はい、わ難しいな。タイムスリップね。タイムスリップね、うん、考えておきます。でこういつの時代、例えば幼稚園とか、うんうん、まあ、小学校中学校とか、うんうんうん、ね、いろいろあると思うので。確かに、うん、一度戻れるとしたら、戻れるとしたらね。はい、はい、終わりました。考えておきます。はい、ということで今夜もご視聴ありがとうございました。ムームンでした。おやすみなさい。最後までご視聴いただきありがとうございました。ムームーの YouTube チャンネルではカバー動画やオリジナル曲を定期的に投稿しています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。